乳房。乳房、乳房、乳房は、哺乳類のメスが持つ外生器の一つ。構造上は外皮と密接な関係があり、女性では乳腺から乳汁を分泌し、哺乳器としての機能を内包する。その形状や大きさには、個人差、年齢差、人種差があり、乳腺の分泌器とそうでない時期によっても異なる。 女性では10歳前後から発達し始め、成人では全胸壁の大胸筋上に、半球状、お腕状に高しし、底面の直径は平均で10から12センチメートルほどである。父あるいはお乳ともいい、俗におっぱいとも呼ばれる。乳房は多くの哺乳類のメスに存在する皮膚の一部がなだらかに隆起しているように見える柔らかい器官で、その内部には乳汁、母乳、 父を分泌する機能を持つ外分泌腺の乳腺存在する。哺乳類の乳房は、頭部の覆面に左右の体をなして発達する。乳房の中央には、乳汁が外部に分泌される開口部を含む乳頭が存在する。哺乳類では、生まれてから一定期間の間の乳児は乳汁を主たる栄養源として与えられ、生育する。哺乳類の名前は、ここから来ている。 オスのチブサ、乳腺は、その生産機能と分泌の機能を持たないため通常、痕跡的である。なお、野生の哺乳類では、授乳時に乳頭が露出することによって、かろうじて存在が判明する程度の膨らみにしか、発達しない種が多い。また、炭鉱類では、チブサや乳首は発達せず、覆面の育児脳の中のくぼみ状の構造から、母乳は分泌される。 乳腺は本来は感染のようなものから発達したもので、炭鉱類のそれは原始的状態を保持したものと考えられる。以下、特に断りがない限り、人間の乳房について記述する。哺乳類である人の乳房の役割は出産後に母乳を分泌し、乳児を育てることであるが、現代においては人工乳も改良が進み、体重、 身長などの形態学的な面だけでなく、機能的な面でも、母乳栄養児とほぼ同じように成長する。ただし、母乳栄養児にはアレルギーが少ないことなどが知られており、人工乳と母乳を同一視できるわけではない。母乳には未だ解明さていない、生理機能や成分が存在する。人のちぶは、その大きさや膨らみ方が、他の猿類より大きい例が多いこと、また、 妊娠期間や育児中でなくとも目立つ存在である点で得意である。しかし、なぜそうなったか、どのような過程を経てそうなったかについては、議論が多く、一定の結論は出ていない。乳房の表面は、皮膚で覆われる。人の女性では、通常は、胸部の大胸筋の表面の胸筋筋膜上に左右、一体が存在し、およその一は、上下が、第三六管第七六管。6巻 左右は、胸骨と液化の間である。チブサは、思春期前は、性差がなく、男児と同じ、乳房の棚ー段階愛であるが、思春期の処刑を挟む、約4年間に乳腺が発達し、死亡組織が蓄積する。また、妊娠中から出産直後にかけても膨らむ。チブサの死亡組織の形、大きさは、個人差が非常に大きい。20代より、チブサの中身が、 徐々に衰退するため、チブサが針を失い徐々に下し始める。チブサの内容は、成人型乳房の場合、その体積の9割は、死亡組織で1割が乳腺である。所長前後から成人型乳房になるまで、乳房のタナー段階3法はチブサが固くなる。乳腺は、乳房1つあたり15から25個の塊として存在し、乳頭の周囲に放射状に並ぶ。 それぞれの塊を乳腺用と呼ぶ。それぞれの乳腺用からは、乳管が乳頭まで続き、乳腺より機能し分泌された父は、乳管、乳頭を通して体外へ出る。乳房組織の死亡組織は、父の生産には全く関係しない。ダナー段階によれば、両性において共通するのが、愛、幼児型である、思春期前に、一時的にちさが乳頭期。 通以降の状態に成長し、数ヶ月から3年で、幼児型、愛に戻る症状として思春期前乳房期がある。ほとんどが2歳以下で発症。愛に戻らなかったり、身長増加速度が異常に高かったり、骨年齢が異常に進むなどの場合は、思春期総発症の可能性がある。その後、女性は、第2、3、4の参加ほど、第2.3を前後半に分けるとご家庭を経て、 部位において、女性成人型に変化する。女性の思春期は7歳7ヶ月から11歳11ヶ月の間、平均年齢の9.74プラスマイナス1.09歳に、ちぶさの成長開始、乳頭期から始まり、乳房の発育以上が見られる場合は年齢を含めて、この限りではない、初計の1年以上前は2で、初計前後で、3、初計の1年後以降で、4となり、 I から V へ変化する期間は途中で所長を挟む、約4年間である。処刑は、多くの女性で10歳から15歳の間に迎えるので、処刑から3年以上立ち成人型乳房になるのは13歳、10歳で、処刑の時マイナス18歳、15歳で処刑の時、以降となる。男性は、女性と異なり思春期初来から成長せず、脇毛、髭の発生時に、乳輪の面積が、 若干広くなり、乳頭とともに、茶色や黒色に変色し、筋肉の発達後に、チブサが男性成人型へ発達する。ただし、女性化乳房の症状が出ている場合は、事情が異なる。蒸気で成長したチブサは20代からステップ1となり、衰退し始める。衰退が早い人は20代で、ステップ2に達する人がいる。順序は以下の通りである。 チブサの形状は、個人差、人種差、年齢差が大きいことは前述したが、チブサの軸と、底面直径の関連により分類される。ドイツの人類学者アル・マーチンは、以下の4つに分類した。少なくとも、現在の西をや日本に関して言えば、女性のチブサの存在は、優れて性的であり、肉体の性的魅力の大きな要素を成している。思春期の女性は、 チブサが思春期開始と共に発達し始めるのに対し、尻の発達し始めるのは、乳房全体が膨らみ始める初刑の一年前後と、チブサよりも後になる。また、性行為においては、チブサへの愛部は大きな位置を占める。哺乳類であれば、乳腺は持っている。しかし、妊娠や授乳をしなくとも、常に膨らんでいる乳房を持つのは人だけである。チャールズ・ダーウィンは、 メスだけにチブサが発達するのはオスに対する性的信号を発信するためであろうと指摘した。デズモンド・モリスは述べる。多くの猿類では発情期にメスの尻が色づき、これをオスに示す行動が知られてる。人の祖先が二足歩行をする様になると尻での性的アピールは目立たなくなる。そこで胸部を大きくするという繁殖戦略を採用した。 人のチブサの丸い形状は、後ろから見た伝部を真似て進化した。赤い唇は、赤い陰神の代替物である。チブサはオスに対して、どのような信号を放っているのか。諸説あるが、メスが若くて年頃であることを、チブサの形から読み取っている、可能性がある。年を取ったメスは、チブサも過水する。このような個体はもうそんなに子供を産めないであろうから、交尾の相手としては、 価値が低い。ラトガーズ大学の人類学者、フランシス・マシアリーズは反論する。大きく引き締まった乳房が交尾の準備ができたこと、たくさん子供を産めることのアピールであるなら。なぜ妊娠中や授乳中の乳房が最も大きくて引き締まっているのか。マシアリーズによると、人の乳房が大きくなったのは自然選択の結果である。死亡の蓄えがあれば、 食料供給が不安定な初期人類にとって生存に有利に働いたとする。血液を原料に乳を作る。乳房組織の脂肪は乳の生産自体には関係がないため、その大きさと母乳の量、質には因が関係はない。土は乳獣ともいい、人や動物のうち哺乳類が幼児に栄養を与えて育てるために母体が作り出す。分泌液で 乳房組織で作られ、乳首から体外に出てくる。乳房組織は、血液の赤みをフィルターして、父にする。出産直後に、母体から出る父は、初乳と呼ばれ、幼児の免疫上重要な核酸などの成分が、含まれている。どんな哺乳類も、本来子供を出産した後、数ヶ月から数年の哺乳期間だけ母体は父を、作り出す。死亡組織に蓄えられた。 ダイオキシンなどの極めて毒性の高い物質が母乳に溶け込んで排出される量は年齢の高い女性ほど多くなりやすい。平時は母乳は決して出ないが妊娠、分娩後には脳下垂体から出乳刺激ホルモン、プロラクチン、オキシトシンが分泌され、この時だけは母乳が生産されるようになる。まれにホルモン異常などの疾患により、 妊娠しなくとも母乳が出る場合がある。まれに、男性から出ることもある。思春期、青年女性のチブサは、胸から前に大きく突き出して、やや垂れる柔らかい器官である。体が大きく動いた場合には、それとややずれた運動をする。そのため、チブサが大きい女性はそのままでは走った場合などに、チブサが弾んで動くことで疼痛を感じる。これを抑えるため、 チブサを覆って体に引きつけるための装置が考案されている。いわゆるブラジャーはこの例である。哺乳類の乳腺の発達する部位は左右対称に前足の脇の下から後ろ足の間、恥骨に続く乳腺体と呼ばれる球状の線上にある。この上の発達部位の中でそれぞれ哺乳類の種によって特定のいくつかが発達する。前の方が発達する場合、子供は 前足の脇の下に口を突っ込むことになるし、後ろが発達すれば、腹部仮面や素形部に、チブサが並ぶことになる。一般的に多産の動物ほどチブサの数は多く、牛は四個、二体、熊は六個、三体、猫は八個、四体、犬は十個、五体、豚は十四個、七体存在する。ただし、個体差が大きく必ずしも、個数や位置は一定ではない。 どの子がどのちぶさを吸うか、生後すぐに決定される場合もある、父き順位。なお、人においてもごく稀に本来の発達部位以外の場所に、乳頭、多くの場合1体、9体発生した、例ありが発生することがある。腹乳と称される。稀に膨らむ場合もあるが、ほとんどの場合が発達せずほくろのように見える。復乳は必ず乳剪定、液化から、 外因部にかけてに発生する。人類は進化の過程で、チブサの数を2個に減らしたが、昔の名残が表に出てしまったものと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。